京大入口秋国分寺は、広島県東広島市最上町吉行にある、新言、総五室派の寺院。三号は金竹山、陰号は上皇院。本尊は薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺のうち、秋国国武総寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院ともに、 寺院跡である秋国分寺跡と秋国分アマデラ跡の推定地についても解説する。広島県中部、西条盆地北側の竜王三南六の断球場に位置する。聖武天皇の御とのりで創建された国分寺の宝塔を継ぐ寺院で、現在の境内に古代の国分寺跡が重複する。古代国分寺跡の発掘調査ではこれまでに主要仮覧が確認されているほか、 全国で初めてとなる国史院の確認や国分寺造営時期の遺物の出土で全国でも数少ない例として注目される。付近では秋国分マデラ跡や古代山陽道の存在が推定されるほか、漢画的性格の青や一号一石も認められており古くから政治的文化的中心地であったことが知られる。古代国分寺跡については1932年に 聖武天皇の恥ずか伝承地の発掘調査で当跡が確認されて1936年に秋国分寺当跡として国の史跡に指定された後、1969から1971年度の発掘調査で主要仮覧が確認されて1977年に追加指定及び史跡指定名称が秋国分寺跡に変更された。現在では史跡整備の上で、 秋国分寺歴史公園として公開されている。また、原国分寺では、中世紀根流の二両門及び、江戸時代後紀根流の五馬マが、東広島市指定重要文化財に指定されている。ほか、文化財として薬師如来像二体を現在に、伝承する。聖武天皇肖像創建は不詳。天平十三年の国分寺根流の御事のりの後の創建とされる。 発掘調査では、一つの土壕から天平商法2年4月29日名の木管のほか、多量の木管や暗挙、蔡への牧書名す駅、き、瓦、土器が出土しており、同年4月15日からの暗挙を採業するには、十分な使用仮覧が、すでに整備されていたと推測される。なお、江戸時代末期の、芸藩通史の国分寺演技では、第31代、 陽明天皇の大使の上側縁通りの会期とあることから前身寺院の国分寺転用とする説もあったが現在までに前身寺院の移行は認められていない。天平商法8年には秋国など26カ国の国分寺に官定、旗などが可視されている。この26カ国は国分寺のラン整備が進んだグループであったと推測される。公認11年の 公認式取税料の規定では、国分寺料として、稲3万束が当てられる。また、延長5年成立の演技式取税上では、国分寺料として、稲3万束が規定されている。天徳2年8月13日の秋国町では、秋国分寺僧の小生の死後に、御子順が継いだと見える。また、福城寺演技では、源の乗りりと国分寺にこもる平家方との間の、 合戦で全勝したとするが、国分市課長所で長所衆の公案6年、国分寺延期では消失の記事はない。その後の変遷はつまびらかでない。発掘調査によれば、平安時代中頃には、党の消失及び、総防の建て替えが認められる。一方で、近道、行道では、屋根の吹き替えが認められることから、近道、行道は引き続き立っていたと推測される。 中世紀には、両主の大内氏、毛利氏からの庇護を受けて、ガランも整備されたとみられ、16世紀中頃には、現在の二王門が建立されている。国軍史課長所で長所集の国分寺伝六期では、毛利輝元が、治療300巻を与えたと伝えるが、毛利氏八カ国時代文言帳では、治療は30国余りである。江戸時代には、治療が没収され、 軍から東明領として、毎年六国六将を与えられるのみであった。法永年間には、衰退を、極めて十字の威光は、白市村の木原保満の援助のもと復興に努めたが、法暦九年の火災で、二王門以外を全焼した。この火災の際、現存する本尊の薬師如来像は、東部以外を消失し、薬師堂の薬師如来像も全身が炭化している。また、 広島藩主の浅野家の祈祷寺院として庇護されたことで、江戸時代後期には、御ま道が建立された。その後、本道は、正願寺の本道として移され、道章は、正福寺に移されている。近代以降については次の通り、現在の主要伽藍のうち本道は、2004年の再建、道内の図紙内に、本尊の薬師如来座像と日光、月光菩薩立像を安置する。 本堂前に位置して西面する御間堂は、江戸時代後期の18世紀後半 -19 世紀初頭頃の混流道内の祭壇で御まを燃やして、不動明王に祈願する建物である。正面3軒、奥行き2軒で、南北5.9メートル、東西6.9メートル。空用を主体として、中上のひじきや小祖格天井などには和用が取り入れられる。 広島藩主の浅野家の祈祷所として建てられたため、正面後輩や、雷合壁には、浅野家の家門である、伊・高羽門が掲げられている。当地域では、最大規模のごま堂であり、東広島市指定重要文化財に指定されている。また地域南正面の二葉門は、室町時代の天文16年の混流、間口三3軒奥行き2県の典型的な八脚門で、 東西5.4メートル、南北3.1メートル。柱はすべて円柱で、上に船ひじきを乗せる簡素な様式である。当初の屋根はかやぶき、または吹きと推測される。また、門内の両脇には二王像が安置される。胸の木盗札に天文16年名を有する。広島県で現存する中世紀の二王門としては、唯一のものであり。 東広島市指定重要文化財に指定されている。佳蘭が遺憾左に、僧房跡、右に、坑道跡、右奥の樹葬内に、近道跡が所在。近道跡基壇上に原国文字本堂が立つ。当跡掃除跡の地域の内南北は未確定であるが、東西は約255メートルで、築地米を持って区画する。主要佳蘭として、地域の中央に、南大門。 中門、近道、高道、僧坊が南から一直線に配され、西寄りに塔が配される国分寺式柄配置である。また、地域の東部には北側に国士院、南側に大衆院が存在した。以降の詳細は次の通り。以上のほか、現在の二王門の下には基団が確認されており、中門、または南大門の存在が推測される。 また地域からは多量の遺物が出土している。特に地域東端のゴミ捨て穴である土壕からは、天平商法2年名の木管のほか、多量の木管や暗居蔡への牧書名す駅瓦河原、土器が出土しており、全国でも数少ない国分寺造営時期の遺物として注目される。なお国分寺跡の南約5トルの山、英水源地北半の釜跡では、 国分寺と同様の瓦が検出されており、この付近が瓦供給用と推定される。アマデラ跡の所在地はつまびらかでない。明治初期までは国分寺の東約600メートルに衝動があり、人参道と称されていたことから、国分アマデラ跡と伝えられていた。また、国分寺課長所出町では、アマデラの道本尊、薬師如来、行記作の記載が見える。 1977から1979年度には、国分寺の東の国分日推定地で、広島県教育委員会による確認調査が実施されているが、国分アマデラの存在を決定づけるには至っていない。所在地交通アクセス関連施設注釈出展が秋、国分寺跡に関するカテゴリー、秋国分アマデラ跡に関するカテゴリー、ありがとうございます。